シーガイア、シーガイアは宮崎県宮崎市、山崎町浜山にあるリゾート施設。2011年現在の正式名称はフェニックスシーガイアリゾート。名称は英語で海を意味するシーと地球を意味するガイアを組み合わせた造語。春行、開業最初期の名称は宮崎シーガイアであった。観光圏、宮崎の復興を目指して、 総合保養地域整備法、リゾート法の第1号指定である宮崎日南海岸リゾート構想の中核施設、宮崎市以外アとして建設された。官民一体の巨大プロジェクトで運営会社はフェニックスリゾートで宮崎県や宮崎市が出資する第3セクターとして設立された。建設地は宮崎市一つ用地区で、 某風林として植樹されていた海岸部の松林を伐採して進められた。まず、1993年7月に世界最大級の室内プール、オーシャンドームやゴルフコースなど5施設を部開業させ、営業を開始した。続いて、ホテルや国際コンベンションセンター、アミューズメント施設なども完成し、1994年10月に全面開業している。 2000年7月には、サミット外相会合も開かれた。オープンに備え、大規模なテレビコマーシャルなどの広告展開を行い、CM では、おぎのめ陽光、CM ソングは、鈴木夢や工藤静香を起用した。また、全面開業キャンペーンソング CM キャラクター、コケラ落とし音楽コンサートに、スティングを起用した。隣接するアクセス手段の一つでもある。 一つ用有料道路は絶景のオーシャンビューロードとして知られる。2019年全面開業から25周年を迎える。掃除業費に0円で建設されたが利用客数の低迷も相まって毎年200億円前後の赤字が発生した。2001年2月に第三セクターとしては過去最大の負債算。 261億円で会社構成法の適用を申請した。新たな支援企業が探されたが、接触してきたのは外資が中心で、同年6月にアメリカの投資会社、リップルウッドホールディングスが162億円で買収すことで合意が成立した。2005年度決算は12億円の損失、累積損失は78.9億円となっているが、焼却前利益が 会社設立18年目にして、初の1億3800万円の黒字となり、経営は改善の兆しを見せている。75億円を投じて、ゴルフ施設と温泉施設を整備するなど、富裕層をターゲットにした経営再建を進めたことにより、客単価を向上させることに成功した。交通の便が良いにもかかわらず、地元の利用者が少なく苦戦したが、近年は、 韓国、中国からの観光客誘致や宣伝を積極的に行い、国内集客にも手こ入れを行い、稼働率は上昇しつつある。2007年3月期決算の営業利益が2億2200万円となり、1993年の施設オープン以来初の営業黒字となったが、中核施設のオーシャンドームが2007年9月30日に閉鎖された。 2012年3月26日、フェニックスリゾートの全株式をセガサミーホールディングスが取得し、完全子会社化した。2016年8月1日、約1年半をかけ開業以来最大規模、総工費100億円の大規模改修工事を完了させ、リニューアルオープン、ホテル客室の約96%を一新、コンベンションセンターの2階ロビーの大幅改修など、 以下は、宮崎市フェニックス自然動物園管理株式会社が管理、運営する施設。2000年の主要国首脳会議、九州、沖縄サミットの外相会合が開催されるなど、C ガイアは日本屈指の大型コンベンションセンターでもある。国際会議や学会、コンサートなどに利用されているが、大都市から遠く離れた観光地というイメージが残る土地柄、その機能を 最大限に発揮するイベントの誘致はなかなか難しい現状にある。一方、結婚式と披露宴の会場としては地元から一定の利用が行われている。このためにサミット建物の内部に浸透式結婚式場が置かれ、シェラトンホテルの南側にキリスト教式チャペルが建されるとともに、シェラトンホテル43階にも天空のチャペルが設けられている。 オーシャンドームは開閉式の屋根を持つ全天候型プール。シーガイアリゾートのランドマーク的存在で全面オープンに先立つ1993年7月30日に先行オープンした。10万本の松の木を伐採した跡地に作られた施設で奥行き300メートル、幅100メートルで高さは38メートルある。中国の大遺跡を砕いて作った。 長さ140メートルの人工ビーチや造波プールを持ち、世界最大の室内ウォーターパークとしてギネスに登録されている。しかし、入場客数は予想を大きく下回り、巨額な累積赤字のため経営が行き詰まり、経営破綻の一因となった。2001年にリップルウッドに買収された後、再建のため、2002年10月1日から営業が一旦休止された。 翌年から季節営業という形で営業が再開されたが、入場者数の減少が続いたため、2007年9月30日を最後にドームは閉鎖された。しかし、その後もドーム自体は残り、その活用策が模索されており、2009年12月には宮崎県と宮崎市に対して無償提供による活用を申し出たが、2010年8月に、 宮崎県は維持費や回収費の負担が大きいとして受け入れを拒否した。2012年にセガサミーホールディングスが買収した以降は同社が活用に意欲を見せていたが老朽化が進行。2014年8月1日、活用を断念して施設を解体する方針を表明した。解体後は屋外競技用のアスリート強化拠点、ナショナルトレーニングセンターの誘致を目指している。 訪れる観光客は、暖かい南国の海岸にある、全天候型プールに違和感を覚えるが、シーガイア付近の海岸は、浅瀬が少なく、通年波も荒い。また、ダシと呼ばれる強烈な引き潮、離岸流も存在している。この引き潮に飲み込まれて、死者も出ていたため、安全な海水浴場で子供を泳がせることが一部の、地元の隠れた悲願であり、 オーシャンドーム建設のきっかけとなったとされる、後に小規模な海水浴場も開発されており、地元では利用されている。一方で、宮崎の海は波が大きいためサーフィンに適しており、オーシャンドームに流れて浜辺に海水浴客もいないことから、日本でも有数のサーフスポットとなっている。初年度入場者目標は250万人と設定されたが、 初年度から目標の半分を下回る結果となった。最大の年間入場者数は1995年に記録した約124万人であった。平日は換算としていた反面、土日祝日や夏季観光シーズンには人手でにぎわった。偏った入場者数の平準化が会場以来の課題となっており、プール以外のエンターテイメントや、 施設整備に注力刺繍を図る努力が払われていた。地方の施設にしては入場料が高額という批判を受け、健康ランドと遜色のないレベルにまで入場料金が引き下げられた。しかし、2005年以降は逆に低価格路線に走りすぎ採算が取れなくなった。多少入場者は増えても赤字となり、結果的に閉鎖へと追い込まれてしまう。2007年に シーガイアが初の黒字となった際も、オーシャンドームは唯一の赤字施設だった。別途、宮崎県民はリビキや半年パスの設定があった。車鉄道空港,港また園内、シーガイアシャトルバスを無料で運行している。シーガイアは国内有数のプロサッカークラブキャンプ地でもある。古くは初期ベルディ川崎に始まり、 日本代表も数回合宿を行っている。2002年日韓、ワールドカップの際のドイツ代表のベースキャンプ地でもある。J リーグクラブでは、2006年は、横浜 F マリノス、サンフレッチェ広島が、隣接の国際会浜エントランスプラザでは、コンサドーレ札幌、ベガルタ仙台、セレッソ大阪がキャンプを行っている。また2010年には、宮崎県下で発生した、 皇定疫流行問題を受けて、セミプロの日本フットボールリーグ、JFL のホンダロック SC が主催する予定だった、後期2節、7月11日のツエゲン金沢戦、および後期4節、7月25日の松本山宮 BFC 戦の2試合を、会場を、当地イベントスペースに変更した上での無観客、試合を行った。なお2010年中は会場を公表しないとする。 条件を付けたが2011年2月3日に正式公表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。